お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの小屋小屋デッキやっていきたいと思います。というわけで皆さん、小屋小屋デッキのね、またまた新しい方が生まれちゃいましたよ。今回はね、圧着イメガナイト型、そしてスケが入ってるね、ちょっと高回転目のね、小屋小屋デッキというわけで、小屋小屋ね、本当に僕はあんま紹介したくないんですよ。そう、僕も使われたら嫌だし、使ってても楽しくないですし、本当に小屋小屋紹介したくないんですけど、やっぱ皆さんね、小屋小屋好きなんですよね。そう、皆さんがちょっと見たいって言うんでね、今日もシャアなしで小屋小屋やっていきたいと思います。いきます。はい、というわけで、まあ真面目にね、解説しながら、やっていこうと思うんですけど、まあ、とりあえず小屋置いてください。小屋2個置いて、痛いなこれは。で、待って、クエ工具とかだったら小屋が刺さりにくいんですけど、まあ、小屋置いた後、圧着のね、これが強いです。瞬間火力めちゃくちゃ高いので、まあ、小屋置いて逆サイね、バルーンとか、まあ、なんか逆サイなんかで攻められたとしても、圧着出して、まあ、スキル使えばなんとかなるよと。あとはね、このうざいのがね、マザネクですね。このマザネクが強いんですよ、結局ね。小屋小屋マザネク、圧着い、どこにスペルを使うんだいってところなので、まあ、どっかが生きてくるよねっていう話でね。よいしょ。さあ、これちょっと踏めなかったですけど。で、クエイクか。今回クエイクってことは、これ、バルキリいきます。バルキリ来るんで、もうバルキリね、もう刻みます。よいしょ。いや、バルキリコーン。待って、デリバリか？あ、デリバリでした。ごめんなさい。いや、でも透明か？ん、俺一体何に謝ってんだ？ちょっと待って、これ、牢獄ですね。あー、めんどっちいな、これ。マジかよ。流行りの、大流行デッキパワー最強のロイホグデッキですね。で、クエイクなので、ここで、家置いちゃうと、結局クエイクで壊されてダメージ受けちゃうだけになるんですよ。なので、小屋小屋デッキは基本的に小屋を置いていくんですけど、相手がクエイクだった場合ですね。はい。今回に限って特別ルールです。小屋を、まあ、あんま置かないかつ、置いてもいいんだけど、ダメージをこの受けてない方に置いてください。で、今はね、なんか絶妙に両方ともなんか一緒ぐらいだから、まあ、どっちもいいんだけど、ぶっちゃけ。片方が削られ出したら、その逆に小屋を置いてください。じゃないと、相手からしたらね、もう美味しい美味しいになっちゃうんでね。さあ、というわけで。まあ、なんかメガナイトもロイフグに使いたいよね、とか思いながら、なんとかね、なんとか他で回していきましょう。で、置いてもいいです。さあ、相手は左削ってきてるんでね、ここは逆サイドと。いう感じで、まあ、こんな感じの置いていきたいですね。で、ここ真ん中置いちゃうかも。で、スキルも使いながら、踏んじゃおう。踏んで、まあ、小屋延命しながらと。あと、マザネク生きるんだけど、デリバリーがあるんで、しゃあなしか？まあ、無理せずって感じかな。で、この、今回、ファイボ型じゃないですか。でも、ライト型も一応あるんですよ。そう、ライトの型もあって、まあ、どっちでもいいんだけど、使いやすいのはってなった時に、まあ多分、ファイボ型かなっていうので、今回ファイボでやってます。なんでまあどっちでもいいですけど、見てください。気づいたらもう、右がダーバーキー。さあ、これは、適当にね、しばきたいと思うんですけど。いやー、わかんねえな、これ。な、結局つけたところで、なんかね、デリバリーで抑えられたり、いろいろね、対応されると思うんで、一回この、右サイドに小屋置いていきます。まあ相手も眠くなってますね、小屋置かれて。わかる、その気持ち。よいしょ。で、まあ、適当に耐えて、圧着いできるだけ延命させて、で、スケでね、やっぱ回転速いことによって、このメガナイトが回るんですよね。だいたい左をね、必死にクイックで削ってるんですけど、まあ僕は必死にね、家を建てていきます。で、真ん中ら辺にマズネクとか出して、デリバリー来て、透明化なって、豚にもなって、みたいな感じで、ああ、竹が豚にいってる。いや、これは熱い。マジで狙ってなかったんだけど、左が奇跡的に入ってます。さあ、そんなわけで、ちょっと家建てていこうか。マジで建築芸なんでね。で、ちょっとクエイクであんま巻き込まれるの嫌だなと思って、ちょっと高めに出しました。で、クエイク打ってきたんで、まあ、またね、置いてっていう。はい、地獄のスタートです。おめでとうございます。あ、3匹並んでるのちょっと可愛い。で、あれはもうね、スプレ削りとか本当やっちゃいたいんですけど、まあ、丁寧に行きません。よいしょ。で、ファイボからの、ウッドじゃないので、ファイボ3周ぐらいなんだけど、豚がちょっとかすれば勝ちっていう。で、ここで左側にね、プレッシャーを与えてあげると、相手はこの右のマザニクが、右のマザニクがね、辛すぎと。で、圧着の透明化もしっかり使いながら、いやー、まあこれ結局何が強いんだってところなんですけど、高回転の小屋小屋、
高回転のマザネク、高回転のアチャクイ、高回転のメガナイトがね、杖というわけで、まあ、スケルトンで積極的にね、回転こう回して回して回して小屋を置いていくっていうのが重要になってきます。まあ、トリマースキがいい味出してますね。スキがあることによって、空ね、ちょっと薄いんじゃねと思うんだけど、もう全然ゴリゴリ強いです。アチャクイマザネク、高回転で回るし、小屋小屋置けるんでね。もう小屋小屋アチャクイマザネク、スキ、小屋小屋アチャクイマザネク、スキって感じで、まあ、相手がね、ラバ系だったら戦ってあげてください。いや、最弱で、また、ちょっと待って。小屋がさては嫌われてる？急にクエイクパーティーがね、すごい来てるんですけど、なんでこれ逆置きます。で、まあ、豚来たら、コストなかったらファイボ。で、メガネ出せたらメガネと。って感じかな。で、いやー、マジで、このボンバー型の、さっきの多分ね、ゴボーリーとかがボンバー、あ、ホグやないかい。全然なんか、全然、なんかわかんない。普通なホグが来た。あーはー、透明化が。いい味出すんだ、これが。マズネが結局強いよね。で、この豚がね、まあ、デリがね、ありそうだよね。いやー、まあ、デリだよね。さあさあさあ。で、あれはまあ、ボンぐらいでいこう。ボンで、ホグ来たら、オーブンが間に合わねえか。間に合わないけど、このスケがね、いるので、このスケに、スケを信じましょう。いやー、これ、小屋置いてもよかったんだけどな。ちょっと許容したから。ダメージ許容したから、圧着でちょっと攻めちゃいたいみたいなとこない？で、透明化し、あれちょっと怪しいぞ。ちょっと待ってよ。もう相手は、クエイコグのデリーボンバーってまたレアですよね。ロイホグとかの枠を、もうなんか普通に、ね、ホグにしちゃった説があるね。マジでガチテンプレロイホグのホグバージョンって感じかな。さあ、まあもう小屋置くのは右手ってですね。で、これな、マジで。メガナイトで踏んでもホグって一発入るんでね。せこいんだよ、あれが。強いの、マジで。まあ、メガ、ホグ、ホグ来たらもうメガナイトともう一枚とかで守りたいか。よいしょ。さあ、相手はもうね、確実になってきてるね。いや、これボンバー痛いんでね、ちょっと出しちゃった。で、まあ、デリバリーがあるよねっていうので、まあ、無理せず行こう。いや、マザネクがね、奇跡起こすんだよな、こういうの、本当に。いや、マジで、結局、マザネクゲーみたいなのがあるからな。もう、恐怖ゲー。で、右がね、結構入ってます。なんなら事故る。なんなら事故る。いや、めっちゃ頑張ってる。で、ここで、できるだけ低コストで回してあげて、メガナイトを回してあげてね。よいしょ、熱い。いやー、待って、これメガネットの踏み方が下手だったっていう、ちょっとレアなパターン。いや、でも、やりごぼもうざいしね。真ん中あたりにね、マザネクも出したいよね。さあ、で、からのスケか？いやー、でもマザネクパーティー、マザネクパーティー、マザネクパーティー、あつあつあつ。マザネクで豚にしてあげて、いや、すげえめり込んでんな。これ実は、こう見えてずっと僕は右を狙ってます。で、ここで、1コス系でね、はい、できるだけ小物で回してあげることによって、ホグがね、来てもすぐ踏めるよっていう。常に踏める構えをしとくのは大事ですね。で、圧着力を透明化されたらちょっと怖いけど、まあまあまあ。鬼の許容でね。さあ、で、相手が、これはね、まさかの右を削ってきたっていう。さあ、右の方が削ってきたパターンで、ちょっとだけ怖いね。一応スキル使うものも、みたいな。さあ、ちょっと怖くなってきたぞ。いや、これ、スケとかで、一応カバーしてあげて、さあ、ここですね。でも、圧着いないと、ボンバーデリなので、これマザネク絶対行きます。マザネク絶対行きます。よいしょ。デリが、振ってくる。ボンに5打ってあげるだけで、これちょっと辛いんじゃないのか？やるよ。スケか？打っとこ、わあ、やっちゃった相手。それだけ言っちゃうかよ。おい、ナイス。いやー、なんかこういうね、ほんと高回転のクエイク。そして防衛も硬いデリバリーとかっていうデッキがまあきつくはなってくる。でまあこんだけアチャク引くってなるとライトニングでもいいのかなっていうのはありますけどね。そうなんでこう対戦相手に特にウィザードとかネクロとかまあそういった相手がね多いよっていう方はまあライトの方がね刺さりはいいかもしれないね。そうまあ5だったらなんかね防衛でもポイって使えるし攻めでもポイってね使えるんでまあ使いやすいっていうのはねあると思うんだけど刺さるのは意外とねライトかもしれないね。さあ、というわけで、今回相手はラムですね。ラムタルーと来たら、最近はね、メガナイトラムとか、まあ、ペッカラムがね、ちょっと多すぎんかっていうぐらいいるんですよね。そう。で、ゴルナイマザネクエレキの、
まあ、ポイズンかファイブか知らんけどみたいなのが、まあ、すごい流行ってるので、まあ多分それですね。で、ペッカだとね、ライトニングなことが少ないんですよね。僕のイメージ。だから圧着入れ全部しばけるといいなとは思ってます。さあ。圧着入れスキル使ってね。で、溶かしながら、いや、圧着入れ、結局優秀っていうね。の、小屋小屋があることによって、やっぱ相手も小屋小屋にね、打ちたいんですよ、スペルを。ってことは、圧着入れマザネックが生きてきて。そしたらね、突破できないんでね。ちょっとゴルニーおじさん来たな。いや、メガナイトゴルニーか。これ、キングギドを狙ってもよかったけど。さあ、この辺に置いとけば、もう一回ゴルナイたまたまスキル使ってくれねえかな。はいはいはい。で、ダクプリゴルナイト。そして、ラムおじね。まあ、オーブン置いて、一旦考えよう。まあ、これ、壊れますけど。まあまあまあ、しゃーなしでね。よいしょ、これラムが溶ければ豚になります。行ってこい!いや、これだけでもでかい。で、あとはまたね、小屋を置いて、を繰り返していこうか。さあ、でもこれのもう無限ループです。なんで僕は自分から攻めるっていうことはあんましません。あ、ここはさすがにあの、五分五分置いたら全部無駄になっちゃうんで、マザネクで行って、ワンチャン5打ってくるよな。吸ってこない。で、小屋を置いてと。うん。で、一応これ透明化してペッカを溶かしたいよね、俺は。で、オーブンとか置いて、あれ踏めばいいんだよね、ぶっちゃけ僕は。こんにちは、どすこい。で、逆サイは、受けれないので、もう樽だけでね、はい、許容するしかないです。で、僕はここでね、しっかり小屋を、しっかり小屋を置いていきたいな。いや、絶対うざいからな、これだんだん相手、溜まってきて。で、マザネクに5打って、よいしょ。で、もう一回ね、さあ、小屋を置いて、いや、これ熱いね。で、逆サイラム来たら、踏みたいよな。やりこぶこれ、いや、もうちょっと頑張ってほしかったな。ね。いや、これ、どんだけ突進してくるか分かんないからね。圧着決でいっか。さあ、あとはラム用に小屋をちょっと高めに置いときたいっていうのもあるよね。いや、なんか小屋置く場所がさ、なくなってきちゃったっていう。やばいよね。小屋の置き場がなくなっちゃった。いや、これはこっち踏んだ方がいいね。で、圧着以降透明化して、スケに攻撃させて、なんかいい感じにできそうだけどね。いや、ゴルナイが勝てんだ。これ。いや、でも、なんか飛んでんな。で、マザネコもね、頑張れるよと。で、回転が速いから、もう一回メガナイトでね、左へ踏めると思うんだよな。いや、踏めねえな。嘘ついた。ごめんなさい。これちょっとやばいかもしれない。あ、でも、走ってきたら。なんならキング軌道もちょっと狙えそうな。ああ、危ねえ。いやー、もうオーブンが頑張ってる。オーブンが頑張ってて、なんか気づいたらね、ダメージなんとか入ってます。ちょっと危ないですけど。めちゃくちゃ怖いですけど。落ち着いて。はい。小屋を信じてね。小屋を置いていきましょう。冷静に小屋を置こう。いやー、ファイブ打つか?いや、ちょっと高めだから。一旦ここ許容でいいな。で、暇なんで、端前圧着とかやっちゃってね。相手だって圧着抜け地味だれるんでね。あ、でもこれあれか。エレキだったらスキル使えねえのか。で、小屋これ、高めに置いとかないと逆サイラムがやばいですよね。よいしょ、これ踏んでカウンター歩くない?歩くない?どう?待って、やばい。いや、これはさすがに5打つ。ラムのダメージね、防ぎたいんでね、僕。よいしょ。圧着透明か。いや、強え。ナイス圧着。で、メガネとも使った。カウンター。オーブンでこの辺に集めて。いや、めっちゃいいファイブ来た。さあ、小屋置く。いや、相手の神ファイブが来ちゃう。がしかし、タイブレイクで勝てそう。ちょ、やめてくれ。やめてくれ、マザル君。いや、マザル君強え。おい、キョキ。煽ってくるんかい?なんやねん。暗い。俺の100倍返しトロフィー。よし。さあ、まあ、グッドゲームです。というわけで、まあ、粘り勝ちですね。非常に元気です。ナイス!あざます!という感じで、煽り値をね、はい、成敗いたしまして、まあ、どんどんやっていきましょうか。どんどん小屋小屋置いて、まだ適当に回して、やっぱスキで回すっていうのがね、重要になってくるね。ね、スキをいっぱい出せば出すほど、こう、相手に刺さるカード、あ、今回ホグライトの可能性あるんですけど、
相手に対して刺さるカードいっぱい出せるんですよね。相手がこう小屋小屋がねきついなら本当にスケいっぱい出して小屋小屋いっぱい出せばいいっていうところで、逆に相手が小屋小屋に対してはねそんなにこう苦戦しないけど、もう珍しいなこれ、当たるかな。いやーこれ当たんなかったらやべえ。あーめっちゃいい、逆に当たったから。そう、小屋小屋じゃなくてマザネクがきついよと。小屋にはなんかわかんねえけど、まあ、ディガーがあんのかポイズンがあんのかわかんないけど、小屋にはそんな相手は苦戦しないな。けどね、なんかマザネクめっちゃきつそうだなとかあったら、もうできるだけ一番多くマザネクを出せばいいんですよね。なんかクラロワってね、やっぱこう相手の弱点となるカードをこういかにね、使えるか出せるかっていうところ結構大事だからね。本当にスケがあることによって相手がきつそうなカードいっぱい出せるっていうのがね、本当にそれがなんかスケの強みなんで、まあ、今回の相手の出来はねすげえ癖が強いんだよな。マザネクじゃあ言って、うおいライティじゃあ、これでもメガニートいっちゃうよね。ライト打ってくれて、まあ、マジアチャ5ブと、で、圧着位を、ワンチャン逆差してまいでもいいね。そのメガナイトって、普通にメガナイト圧着位とか組んでも、なんかよくね、普通に、なんだろう、バルキリーで挟まれたりとか、よくあるんですよね。なんか、美味しくいかれちゃうことが。そうなんで、意外とこの圧着位って単品でいくのが強い。そう。メガナイト逆差に圧着位って、メガナイト後ろにね、マザング出したけど、あれでももうきつい。ほら。っていう、これはね、ちょっとこう、おしゃれな攻め方というか、メガナイトとか、やっぱね、まあ、何でも、ペッカでも、何のデッキでも、後ろにつけたくなるんですよ。普通なんですよ。それがね、普通の人間なんですよ。やっぱ、クラロワってね、普通だと、あ、守れるってなるんですよね。やっぱ、普通じゃないことをするとね、相手もこう、困っちゃうので。相手のね、逆サイドの圧着位単体とかも刺さるので、まあ、いろんな攻め方があるよねっていうわけで、相手のね、心をね、はい、折っていきました。お疲れ様でした。というわけで、まあ、小屋小屋はすげえいろんな形がありますね。多分、どんどん出てきますね。また、気づいたらね、新しい小屋小屋やって多分紹介すると思うんですけど、そちらもね、ちょっと楽しみにしてください。はい、というわけで今日はね、こやこやメガナイトの、まあ、高回転でね、さらに強めというわけで、まあ、圧着衣持ってなかったら使いにくいかもしれないんですけど、まあ、圧着衣なかったらね、ホバとかね、ザッピーとかにしてやってみるのもね、すごいありなんじゃないかなと思います。まあ、圧着衣ね、やっぱ火力が強いんでね、ホバ、ザッピーあたりにするなら、まあ、スケとかがね、ムートでもいいのかなとは思います。というわけで、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。